じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A のユークリッドの誤助法についてお送りします。で、前回ね合同式やって、今回ユークリッドやっていくんですが、まあ有名な問題をね2問やっていきますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は、今からね自分の方が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はタイトルにもあるようにユークリッドの誤助法をやっていくんですけど、もうそれをの使い方だから、もう本当これをね2つの数があるんで、それの最大公約数を求めろって問題なんですけど、まあこれのやり方を覚えてもらえたらと思います。で、ユークリッドの誤助法はどんなものかっていうのも一応説明はするんですけど、まずこれのね最大公約数を出したいと。もちろん、いやこんなん使わなくてもっていう方もいるかもしれないんですが、一応ユークリッドの誤助法を用いてという話なので、何をするかっていうと、大きい数から小さい数割っていきます。それをどんどんやっていくっていう感じで、割られる数って言い方で使っちゃいますけど、この割られる方ね、イコール割る数かける小プラス余りっていう式が作れるじゃないですか。で、これやると小1なんですよね。小1で余りが60になるんで、こういった式ができます。で、ユークリッドの誤助法っていうのは、この余りが0になるまで頑張るんです、ずっと。で、次どこやるかっていうと、次ここでやります。255と60で、同じように255を60で割りましたと。そうすると6421だから、4が小で余りが15か。まだ余りがいるんで、今度ここでやると。で、60イコールかける4で一応書こうか。余り0なんだよね。で、余りが0になった時のここです。まあ割る数って言い方使っちゃいますけど、これが最大公約数になります。だから今回求めたかった最大公約数は15ですよと。これで終了となります。で、ユークリッドの誤助法が何かっていうと、これを最初にね、この2つの数の最大公約数を求めろって言ってるじゃないですか。だから今これで見やすいかな、こことここの最大公約数を求めるっていうのが元々の目的なのね。で、こうやって式を立てた時に、ここの最大公約数と255、ここと余りの60の最大公約数、ここの最大公約数とここの最大公約数、これ一致するんです。これユークリッドの誤助法ね、まあ、ユークリッドがね示したやつなんですけど、これが一致すると。で、ってことは次にこれを使って今式をやったので、こことここ、ね、の、最大公約数と、ここの、ここの最大公約数は一致する。ってことがどんどん使えるじゃないですか。で、こことここの最大公約数と、こことここが一致するってなるんですけど、こことここの最大公約数って、余りが0になった瞬間に小さい数が最大公約数になります。まあ、60と15、考えたら最大公約数15なんですけど、だから、ここの最大公約数が15って分かりました。じゃあ、ここも15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 。だから、もともと求めたかった315と255の最大公約数は15でしたと。これがユークリッドの誤助法です。まあ、やり方覚えちゃえばね、割り算やるだけじゃんっていう感じなんですけど。じゃあ、もう一個ね、数でかくなりますが、行きましょう。で、でかい方、1462を602で割ると。さあ、暗算いけるか。これ、小2ですよね。で、1204だから、258か。合ってっかな。で、次、ここ602と258で、行くと割ると、これも小が2か。待ってね、516。516だから、86か。でいいかな。で、258と86でそろそろ割り切れてほしいな。86割ると3でいける。あ、3で割り切れるね。一応書いていくとこうなると。で、余り0になったので、ここ、これね、つまり今回求めたかった
最大公約数は86でしたという感じになります。で、一応ですね、今回最大公約数のみ、まあユークリッドの誤助法を用いてっていうのは最大公約数を求めるのがほとんどなんですけど、もしテストの時とかに最大公約数、そして最小公倍数もみたいな面が出された場合は、ちょ、おまけ。これはユークリッドのどうのこうのっていう話ではなくって、前やりましたけど、最大公約数と最小公倍数をかけたものは、元々の2つの数をかけたものと一致するっていうのをやりました。だから、最小公倍数。じゃあ、ちょっと待ってね。じゃあ、A にしちゃっていいかな、今回ね。もし A って置いたら、最大公約数と最小公倍数かけたものが、これのね、2つの数をかけたものに一致しますと。で、まあこれ普通に計算するだけで OK なので、まあ、86、どっちでもいいんだけど、これはですね、多分これ、あ、7で割り切るね。あ、7だから、1462×7 して、これはさっきやったから見よう。10234か。まあこんな感じでね、もし最小公倍数の方も聞かれた場合は、こんな感じで求めてみてください。では、今回は高校数学数 A のユークリッドの誤助法についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から一次不定方程式ですね、の方やっていきますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。